こんにちは、さやさチャンネル、アンナとハルカとカズです。ニュースいきましょうか。はい、今日の生放送あるでしょ、うん、こう私の私たちと違い場所、日本大使館の近く。今は花のお店、事故、そこで事故起きたの。はい、はい、大きいの。20時46分から始まって20時55分ではもう消えた消えたって、まあまあ、消えたじゃないですか。片付いたの。片付いたです。レベルは大きい、わかりました。そのレベルは社長、それこれそれそれ写真。わあ、めっちゃ燃えてる。めっちゃ大きいじゃん。はい、レベル1はだった。うん。かな。何？車の事故じゃないの？あれ、店、車じゃなくて入ったの。あ、車かと思った。最病院へ養蚕だって。ニブリザジョン、いい最病院へ養蚕や。ここよく行ってたよ。その農業のさ、あの、あ、はい、植木鉢とか、あと、まあ、種とか苗とか、はい、あの、はい、農機具とか売ってる場所だったんだよね。はい、そうです、そうです。これはさ、なんでこの事故が起きたのか書いてある？まだ理由は書いてない。いろいろな問題があるね。はい、そのプロピアムルールで人はやるかもしれませんとか言いました。日本大使館のすぐ近くじゃんね、これね。はい、あ、危ない。大使館危ない。火事ですね、事故じゃなくて火事。火事そうです。事故で火事。はい、私も事故ずっと事故だと車と車がぶつかったみたいな。はい、今雨降らないからね、すぐに火事になる。そうですね。はい、でも今年はまだ少ないと思う。まあ、私たち若い時はね、うん、いつもあれ火事になる、あれなすった時はあれ。今は電気で作るでしょ、ガスとか電気で料理とか作れるでしょ、うん。前はそれじゃないで、なんか木とかに、あの炭ですね。炭それでやるから、残るとかあるから、それで木をつけないで、それから火事になる、燃える。あとで家は、昔の家は木の家は多いね。今はなんか石とかにやってるんですけど、昔は葉っぱとかバンブーとか、はい、バンブーの、その家からすぐ火事になる。うわ、今ジャンコマンダレイのハイウェイの、そうそう、ハイウェイの道からね、200枚以上と、200枚とか200枚とか、そうそう、その場所で何ですか、物とかいろいろなやつとかね、泥棒じゃなくて、そうそう、泥棒じゃなくて、あれあげないと殺すとか言って、そういうふうになる。ダビャダビャ、社長、ダビャダイダミヤダミヤダミヤ、ね、海だと海賊ね、山だと山賊。ああ、そうか。前、昔だと道とか家に来て、うん、取るね、物を取る。え、道路で待ってるってこと？そう、夜だけ。え、でも車に乗ってるからさ、別に大丈夫じゃないの？大丈夫じゃない、とありガーターだ。あ、止まって、車を止めて、止めて、じゃあ、帰ればね、位置とかいろいろなものとやってるから。あ、車を止めるために、下に石とか、あれ石とか木とか、危ないのやつをやって、車止まと止めちゃったと、隠してる人は出て、物を取るみたい。マジ？やば。そんな危ないの今。有名人もあったと言ってました。石とか木とか置いて、パンクさせてかな？車のタイヤをパンクさせて、車を取る。はい。そうです。じゃあ。ガーって近寄って、はい、お金取ってくるんだ。はい、すげえな、捕まったの、そういうの。はい、はい、捕まりました。あ、よかったね。それでもさ、ないね、今ほらみんな貧乏だからさ、はい、そうやって取るんでしょ、人から。はい、そう、それは多くなるね。また増えそうだよね、はい、捕まった。そうですね、はい、今、はい、夜からね、ハイウェイの道でも車はあまり少ないからね、うん、前は多いだよ、ね、夜も昼も多いだよ。今どこでも行けないからね。危ないね、
女の子とかだったらさ、もしかしたらレイプされたりとかもするからさ。そうですね、気をつけないと夜はね。そう、ドネーションのまたニュース、ドネーションのニュース、ミャンマーのドネーションニュース。はい、はい、あの薬買うために、ワクチン買うために500ラックドネーションしました。だってパッしてる社長、ミルクパウンダーの会社、パウナー、ミルクパウナーの会社。分かる分かる。売ってる、1個100、まあ100じゃない、1個150とか、うん、パックパックの、はい、その会社は500ラック、プレゼンしました。だって、あれだって、あの、日本に住んでるミャンマーの人、うん、はい、そう、そうでしょ、はい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 、そうです。そうですか、そうです。いいね。すごいね、みんな集まってくるね。はい、ミャンマー人は優しいね。日本人だと、なんかいろいろ考えるでしょ。あれ本当に大事な仕事ほどじゃないとお前しないでしょうね。大きなこととか大事なことをしたでしょ。ミャンマーは道に歩いての、子供たちにとかにもね、あ、お金将来とかいう人たちとかにもすぐあげるからね。このドネーションのお金はワクチンを買うためのお金かな、はい、そう、ワクチン買うのお金ためです。そういえば2月に入ってくるって言ってたね。はい、インドから買ったり中国からは30万回分っていう数字出てます。30万回分うーんなんかすごい思ったより豊富ねえ、なんか桁が多かった思ったよりワクチンって1回で終わるんでしたっけ。これそうじゃなかった気がしますけどね。なんか多分、ね、定期的に打たないと、はい、いけないとかいうのあるから、30万回分っていうことはまあ 15 半分になるのかな。そうですね、2回だったとしたら、うん、このねワクチンが効けばいいし、はい、まあ、聞かなかったらまたアップデートしてね。そうですね、いいワクチンを作ってください。そうですね、ローゼルハーブティーって知ってる、ミャンマーさんの、うん、ローゼルハーブ、どういう意味ですか。ローゼルハーブティー、ローゼルハーブね、ローゼルハーブティー、うん、ないと思う。 ローゼルって種類ね。あ、種類の名前は、うん、種類の名前ローゼルっていうハーブ、はい、ミャンマー産のローゼルハーブティーがアメリカに輸出っていうニュースを見て、ほんといいね、うん、またミャンマー農産物輸出ニュースですね。はい、そうなんですよ。でもう一度すでにサンプルを送っててね。うんうん、でそれがすごい良かったんだって、好評、いい評価だった。また本格的に輸出しますよっていうニュース、おめでたい。おめでたい。いいね。はい。ローゼルって種類は日本語だとね、分かりやすく言えばハイビスカス。ミャンマー語なんだかな。ちょっと調べておこう。ハイビスカス。すごい。疲労回復や心臓病や高血圧、糖尿病にも効果があるということで。これじゃああれだね。コロナで糖尿病に悩まされている方も。はい、このローゼルハーブ、ローゼルハーブティーか、はい、ハイビスカスティー飲んでね。悪いニュースですね。あら、お金を払って、はい、お金を払って解決しようとした悪い人がいるんです。誰だ？誰だ？これ想像できないかもしれない。飛行許可で賄賂要求、航空局幹部を摘発。やばいね。やばいですよね。ちょっと笑っちゃったのめっちゃいけない。あの海外の会社から賄賂をもらって750万円分、はい、なかなか持ってますね。飛行許可手続きを通常より早める見返りに、だからあの手続き時間がかかるのかな、飛行機飛ばしてもいいよっていう感じね、うん、はいはい、それを早くしたいからお金を払ったのかな、うん、そういうことね、
そんなことせんでもちゃんとね順番回ってくるから。そうですね、今は病気のせいからね、気をつかない、うん、みんな危ないよ、ね、バッタリーどっからどっから。いや私バッタリー買うでも宝富士買うでも宝くじ いや、タイ語だすみよ前ラッタリ何宝くじ買ったの。買うでも当たってないからお金持ちになりたいんですけど。宝くじ買うだけでお金持ちになれない。お金持ちになるわいやいや、宝くじを当てるためには宝くじを買って、はい、で宝くじであのナンバーワンを決める人の家に行って、はい、でお金を半分交換しましょうって言って、一番が当たったら半分全部あれあれだ。そうですね、いや本当に頭いいですね悪いお金持ちだそれは悪いお金持ちだ。山人はねそういうふうにあります。そういうふうにとか一番の一番大きなやつ当たったの人からその宝くじを買って、はい、自分は買うね、同じのお金で同じとか同じのもっと上げて買うね。どうしてだと、だ、ね、宝くじ出てるの人は仕事するとかはね、うん、チャージャーとはいらないから、うん、タスクはタだからそれを欲しいからね、はい、それ買うの人を言いますよ。あの、うん、日本と同じで宝くじって税金対象にならないので、あの宝くじが当たったことにしたいんですよ。そうです。ああそういうことか。そうだから例えば3億円当たったとして、そう3億円を例えばまあ 3.5 億円とかで買ってくれる人がいるんですね。もうちょっといい方法あると思うけどな。でも税金逃れっていうのは日本でもあるのね、うん、同じことを考える、はいね、はい、税金払いたくないから、はい、もうちょっといい方法あると思うよ、はい、それもね金虫人たちですね。そうだね、やってることは。本日も動画を見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。面白かったら高評価を、もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。お願いします。それではアンナとハルカとアチとカズでした。チャカー。何踊られるの？恋人？え別の人に？いや私の恋人は、アナの恋人は誰他の女性は取られてた？あそうそう。じゃあアナの恋人が他の女の人に取られたってこと？はい取られた。他の女の子は私の彼氏に、うん、取られた。はい。うん、それは何？いいよ。ね、何前のことだな。2年前のこと結構最近じゃん。